アイスリーゼンベルトは、ザルツブルクの南約 40km のオーストリア、ベルフェンにある石灰岩の氷結である。この洞窟は、アルプス山脈の天然山群にあるホッホコーゲル山の内部にある。この洞窟は、延長が 42km 以上ある、世界最大の氷結であり、年間約20万人の観光客が訪れる。洞窟下部のゼブラ模様状の石灰岩の総天然山群は第3紀後期から後新世のビュルム氷期にかけて形作られた。この再開はオーストリアアルプスの山塊の一つでザルツブルクアルプス最大のカルスト台地であり、アイスリーゼンベルトは台地の円にある。この洞窟の延長は 42km あるが、観光客の立ち入りが許される最初の 1km だけが氷に覆われている。残りの部分は石灰岩で形成される。アイスリーゼンベルトは山を侵食して流路を形作るザルツハ川により形成された。洞窟内の氷の組成物は冬の間に洞窟内に吹き込まれた雪が溶けることにより生成される。洞窟の入り口は一年中開いており、冬の寒風が洞窟に吹き込み、内部に雪が凍結する。夏には洞窟内部からの冷たい風が入り口に向かって吹き、氷の組成物の溶融を防ぐ。アイスリーゼンベルトの最初の公式の発見は、ザルツブルク出身の自然科学者であるアントン・ポーッセルトによる1879年のものであるが、彼は洞窟の最初の200メートルを調査しただけである。彼の発見以前は、洞窟は地元民に知られるだけで、彼らは洞窟が地獄の入り口であると信じていたため調査しようとは考えなかった。1880年にポーッセルトは彼の発見を登山雑誌に発表したが、報告はすぐに忘れられてしまった。ザルツブルク出身のホラーな学者、アレクサンドル・フォン・Mörk は、ポーッセルトの報告を覚えている数少ない人物の一人だった。彼は1912年以後何回かの探検を指導し、すぐに他の探検家が続いた。フォン・Mörk は1914年に第一次世界大戦で戦死し、彼の遺灰を入れた壺が洞内のくぼみに置かれている。1920年に探検者のためのフォーシャーヒュートという名称の小屋が作られ、最初の登山道が建設された。その直後から、洞窟は急に人気を集め、旅行者が訪れ始めた。その後、ドクター・エドルハウスという名称の他の小屋が作られ、ウェルフェンとタンネックからの道が作られた。1955年に柵道が設置され、90分の上り道が3分へと短縮された。現在、洞窟はオーストリア森林会社が所有しており、1928年からザルツブルク洞窟探検協会にリースされている。森林会社は入場料の一部を受け取る。洞窟の入り口この洞窟は毎年5月1日から10月26日まで入ることができる。入場時刻は7月と8月は9時 AM から4時30分 PM までで、5月6月9月10月は9時 AM から3時30分 PM までである。洞窟内の気温は氷点以下であり、暖かな服装が必要である。洞窟内の写真撮影は禁止されている。ツアーは洞窟の入り口から始まり、中央にポーッセルトタワーという名前の鍾乳石がある、ポーッセルトホールという名称の大きなホールに入る。ポッセルトタワーを過ぎると一つは、アントン・ポッセルトの探査の再延点を示す灰色のクロスマークが洞窟の壁に書かれている。この地点から、最大の氷の成長の領域を表す巨大な組成物で25メートルの高さがあるグレートアイスエンバンクメントが見える。次に北欧神話の巨人から名付けられたヒュミルキャッスルがある。ここにはフリックベルあるいはアイスオルガンと呼ばれる鍾乳石がある。次にツアーは洞窟内でも最も大きなホールの一つであり、フォン・Mörk の遺灰が置かれているアレクサンドル・フォン・Mörk カテドラルに入る。ツアーの最終地点は入り口から 1km、地下 400m にある氷の宮殿である。訪問者はここからこれまで来た道を入り口まで戻ることになる。洞窟のツアーに要する時間は約1時間15分である。ありがとうございます。